皆さん、KNN のポール神田です。今日は Google ホームにショートカット機能がついたので、早速試してみました。OK Google、ポモドーロ。30分ですね。スタート。このようにポモドーロタイムを25分なんですけども、5分おまけで30分タイマーにしてます。もう一発いきましょう。OK Google、仮眠。すみません。お役に立てそうにありません。あれ、これおかしいな。OK Google、タイマーオフ。はい、オフにします。OK Google、仮眠。OK Google、仮眠。1時間30分ですね。スタート。タイマーが2個重なるとダメかな。仮眠がちょっと発音難しい状態ですが、これ今ね設定アップしたところなんですけども、ポモドーロと仮眠入れました。もっと簡単にいきたいと思います。こういった時、ここを押しますね。押して、あれあれ、僕があれあれと言った時に Google が、なんて動いてほしいか。日経電子版で、これで多分あれあれで日経のニュースを聞いて読んでくれると思う。あれあれ日経電子版となりましたね。で、次にそれそれと言った時に Google アシスタントは NHK ニュースで保存しました。あれあれとそれそれが入りました。それぞれ、じゃあ今どうでしょう。一回ここの設定に戻ってみました。ねえ Google、 あれあれ、最新のニュースをお伝えします。日経電子版ニュースから今日17時54分のニュースをお送りします。おお、来たね。こんばんは、ラジオ日経の木和田敦です。ねえ Google、 この時間はストップ。次いきますよ、それそれいきますよ。ねえ Google、 それそれ、それとは何でしょうか。あれ、もう少し具体的に言っていただけますか。難しいな。ねえ Google、 それそれ、最新のニュースです。 NHK ラジオニュースから今日20時のニュースをお送りします。9時の NHK ニュースです。ねえ Google、 ストップ。おお、こういう形でですね、 Google ホームであれあれそれそれとかねえねえとかっていう話ができるようになりましたね。あとできればね、マレーシアのリンギットとドルとビットコインを円ですぐにレート教えてほしいとか、なんかそういうやつをもう今いくらだっけとか言うのでショートカットするとね、リンギットとドルとビットコインがパーンと答えてくれる。なんか3つとかいろいろな組み合わせができるといいですね。多分これ時間の問題だと思いますが、まずは単純に Google ホームで今までは NHK ニュースとか日経ニュースとかっていう言ってるやつを、ねえ Google、 それそれ、それとは何でしょうか。もう少し具体的に言っていただけますか。ねえ Google、 それそれ、最新のニュースをお伝えします。不正選挙で投票率の低迷が続く中、 OK Google、 ストップ。これはなんかね、ちょっと発音がいつも安定しているあれあれとかそれそれとか、この抑揚もきちんと合わせる必要がありそうですね。ということで、自分の声に反応するまるで秘書とか奥さんになりそうな Google ホームでした。ありがとうございます。